ブルリーは、アメリカ合衆国で生産、調教されたサラブレットの競争馬お及び、シュボバ。種ボバとして、サイテーションをはじめとした、名競争馬を輩出し、北アメリカ競馬のリーディングサイヤーに5度輝いた。1935年にコールドストリームファームで、生産され、イヤリングセールで、カルメットファーム代表者のウォーレンライトに購入された、馬である。2歳でデビューし、同年は、 ホープフルステークスやシャンペーンステークスで2着に入った程度の成績で終わった。3歳になった1938年にはケンタッキーダービーの前哨戦の一つであるブルーグラスステークスをコースレコードで優勝した。本番ケンタッキーダービーでは2番人気に支持されたが8着に終わった。この後4歳まで競争馬として走り、他にワイドナーハンデキャップなどに勝って引退した。 競争馬引退後、1940年からカルメットファームで種ボバとなり、第二の馬制のスタートを切った。現役でも活躍した同馬であったが、種ボバとしてはそれをはるかに凌駕する好成績を残すことに成功した。初年度3区からいきなりアームドとトワイライトティアを排出し、1945年には三冠馬サイテーションも出している。3区のうち7頭が、 アメリカ競馬殿堂入り、一頭がカナダ競馬殿堂入りしている。これらの活躍により、1947年などの5年度で北米リーディングサイヤーに輝いている。また、母の父としての成績も優秀で、こちらもアメリカ電動馬ティムタムやカナダ電動馬フレーミングページなどの活躍馬がなお、連ねている。1958年から4年度連続で、 北米ブルードメアサイアーを獲得した。1964年6月16日にカルメットファームで死亡、同地に埋葬された。ブルリーの墓の上には、同馬の等身大の石像が建てられている。ありがとうございます。